ヒュンチャンネルのヒュンヒュンです。ではクリア編の続きをプレイしていきたいと思います。ということで大きな歯車を拾って、リネンルーム、リネン室で鍵をね、ダイヤの鍵を使おうかなーって思ってるところで終わったのかな、確か。だからその図書室を行くついでにリネンルームやってって感じかな。でもね、リネンルームなんかあったっけ。あ、ポータルセーブがあるんだ。これは行かないとダメだね。じゃあ203でサイドパックをやっちゃいたいでもね。そうだね、サイドパック欲しいよマジで。ちょっと待ってね、ゆっくりゆっくり。ここでさ、リッカーが一回も出てきてないって考えると、このリネンルームやったら出てくんじゃねえかなーとかを考えてたり。まあでもぶっちゃけね、ヒャーって言ってもね、全く動かなければね、何もしてこないことが分かった。てん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 、あれ、ああ、こうこうこう、あれ、こうこうこう、あら、あ、分かってしまった。こうこう、あれ、ちょっと待って、ん、ここ、あれ、どこだっけ。あ、こうでこう、どっちだ。1/2、よし、オッケー。いやー、すげー時間かかった気がする。1分かかったわ。部品、よし、これでね、203が開けられますよ。ガンパウダーもあるじゃないか。いや、またアイテムいっぱいになっちゃって、めちゃめちゃあるねアイテム。ゆっくりゆっくり、すっとゆっくりゆっくり、どんなことがあろうとも冷静に。よし、本当にね、動かなければマジでね、何もしてこねえからな。ちょっと近づいてくるんだけど、あ、でもどうなんだろう、触れたらさすがに攻撃してくるんかな。でも動いたら負け、あいつに関しては。動いたらやられる。いや、すごいな、アイテムいっぱいになるの早いな。ガンパウダーで、これは使うから大丈夫でしょ。うん、で硫酸弾は使いたいし、サイドパックがあればもう十分かな。よし、ではやりに行きましょう。小さな部品をね、ここのアイテムは全部拾ったし、このプルプルするせいでね、ビビるんだよね本当に。よし、103もあったかな。あれ、待って、小さなピン、これか、103。なんだ、何やってんだ俺は。103、サバイバルナイフか、違う、コンバートナイフか。203もあったか。ん、ちょっと待って、なんか俺頭の中で考えてると全然違うことやってる。 OK、 こんなもん。コンバットナイフ、ありがとう。あと203、特にないね。そうだね、203が開いて、 OK、 これで16個だね。これだけでもね、相当多いはずなのに、落ちてるアイテムが多すぎてな。ここ開けたよな俺、開けてんねん。そう、これもサイドパックか。アイテム量が半端じゃないよ。あれだよね、嬉しい悲鳴だっけ、なんかそういうあれだよね、完全に。こんなもんかな。でこれ捨てて、いい感じだね。オッケーオッケー。ではではでは、先に進めるようになったということで、先に行きましょう。回復アイテムも十分あるし大丈夫だな。リッカに対してはもう硫酸弾一発ぶち込んで、こっちかこっちのどっちかをぶっ放すっていうのが一番強いな。リッカは体力同じなのかな、必ず5発使うのかもしれん、よくわかんないけど。で、これで3階に来れるようになったんだね、これはありがたい。うん、ここ結局空いてないっていうね、本当はそこから行くんだけど。アイテムはあると思うけど、ここにはないな今のところは。で、そこにゾンビが2体いるから、それをね、
1、2、1、オッケー、あとそこに行ったかな。さて、あと、いや、サバイバルナイフがあるから。ほらほらほら。で、この後ろにいることによってね。ん？終わりか？おいしょ。あ、終わりだね。あとこいつか。あ、生きてるね。いや、サバイバルナイフはいいですね。コンバットナイフね。これ必ず間違えるわ。待て、あと一発。おいしょ。大丈夫だね。あと君は？はい、大丈夫だね。よし。じゃあ先に進んでいきましょう。ここら辺もアイテムあった気がするな。ちょっと待てよ。そっちか、歯車使うところ。さーて、でガンパウダー台とね、対面できるとついに、いやー嬉しいよこれは。待てね、でもね、ここの仕様ちょっと変わってんじゃねえかな。大丈夫かな。まあ大丈夫か。使ってこれで、動力が、あ、そうだ、違う。動力じゃねえよ。動力が上の上だ。こいつは関係なくて、一旦拾って、この上か。ちょっとタイラントが来てるから、早めにやった方が良さそうだな。結構近い気がする。音的に。で、これつけて、ちょっと動くようになったから今度は下につけて、それで完成と。どうだろう、タイランってここ来んのかな。いやでも一回来たこと、なんか来てた覚えがあるんだよな。すごい、早めにやっちゃった方が良さそうだな。待って、これをやるとタイランとかなんか来そうだ。とか言って、やらずに来たらもう笑うわ。もう笑うしかできない俺には。で、ここがちょっと待ってね、音がしたらゆっくり行くか。じゃあでもなー、これなぁ、どうなんだろうね。裏辺だと、来んのかな。どう？ちょっとゆっくり行くよ。せっかくだし。来たらもう私の硫酸弾が火を吹くぜ。硫酸弾が合ってるよな。あ、やっぱ結局ここ来ないんだね。まあ、このガンパウダー台は使わない、とりあえずは。で、これを使ってあげると。大型ケニアの弾はさ、拾うことしかできないんかね。どうなんだろう、ちょっと前気になるな。そこハンドガンの弾が大型ケニアに変わってんのか。 OK、 大成功。本気で言ってんの君、やっぱさすがなんかレッドフィールド系だね。クリスもなかなかやばいことついた気がするし、俺。こっちか。だってね、カードキー必要なところってさ、力技で行こうとするんだよ。やばくない？シリーに頼んで、ちょっとそっち持ってとか言って、ふっとか言ってんだけど、ふじゃねえよみたいなね。あ、やべ、グリーンハーバーある。そう、なんかね、カードキーね、必要なところで開くわけねえだろうって思っちゃったよね。まあでも、バイオハザード5で、確かクリスが、めちゃめちゃでかい岩を殴って、なんか、動かしてたから、もしかしたら、できるのかもしれん。普通はできねえだろうっていうのをちょっと覆していく感じがあるもんな。レッドフィールドは。で、ここにいた2体は倒して、ブルーハーブがあるのか。ブルーハーブが、組み合わせちゃっていいな。で、これでここのアイテムはなし、あと特殊部品拾って終わりだね。板があるけど、あ、待って、でもそっか。枠めちゃめちゃ増えたからいけんじゃん。OK。で、板も拾って、ここにも板あるな。でもな、もう板使うことないよな。そうだね、じゃあ特殊部品、ん、あ、びっくりした。特殊部品をここで開けて、
なのぞら、なんか剥製の制作記録、鹿で小物なの。はいはいはい。私の体も、これさ、誰だろうね。豚、メス、豚、メス、22歳。狩猟場所が楽園市になってて、体長160センチの豚って聞いたことないけどな。で、体重50キロでしょ？体重50キロの豚なんているか？ここセーブポイントはさすがに来ないよ。ってことで6回目のセーブに入ります。このスーってね、板いらねえ、レッドハーブはないんだよな。あーでもこんな感じか、なるほど。まあいっか。びっくりした、普通に入ってきたと思った。豚メスってなんだろう、ちょっと気になるわ。気になるっていうのが結構癖だね。まあ人間疑問に思うことはいいんじゃないかな。これ使って160センチってすごい、なんか人間みてえだな。しかも22歳ですよ。しかも楽にしていいでしょ。おお、できた。なんで、待ってよ。なんでできたのか、できたかわかんないよ。いやもうでもこれもね、多分もう、結構、それっぽい。おい、何ですか？お電話入りまーす。なんで今鳴るんだろうね。電話線切れてね、これ。気のせい？取るんかーい。もしもし。ご機嫌よう、クレア。取引をしようじゃないか。アイアンズ？どこにあるの？近くにあるから、すぐわかる。シェリーは無事？今はな。もし指一本でも触れたら。いやもう指一本どこじゃなくて、思いっきり掴んでたけどね、正直。バカなガキだ。あれを落とさなければ見逃してやったのに。タイラント。心配するな。もうじき全て終わる。タイラントじゃねえ、間違えた。アイアンズ。どこかから出られるはず。わお。俺？え、キーアイテム、寝てるかのようにさ。ダメか、これは。ハンドガンの弾。はあ、面白いね。これはなんかいろいろできそうだけどな。ナイフとかないのか。またアイテム、あ、まだアイテムあるな。出ていいの？開いてないな。すいませんね。これは、ん？あ、待って、分かった。こうだ。ぬいぐるみの毛が、ぬいぐるみだ、ぬいぐるみ。はいはいはい。え？ああ、そういうこと。
比較三角、はいはいはい。きたー、やったー、うぅ、大変だったぜ。で、これだな。気をつけろ、俺はそれをやってちょっと手を切ったことがある。その切り方結構気を危ねえから気をつけろ。みんな、みんなじゃねえ、シェリー危ねえよ。ここは何なの？ほんとな、もう逃げてくれと言わばんかり、言わんばかりだよね。これガンパウダーない、ガンパウダー、アイテムないね。甘えだな、全部閉めとくもんだぜ。逃げ出さないとは限んないだろ。こっちはいけない。さあスニーキングだ。これはなんだ、サリー、サリーの日記。水曜日は嬉しい、おやつがおやつがクリスマスケーキ、ん、アイスクリームだからです。前にいた個人、ここ個人なのか。日記を書くこと、毎日健康診断を受けること、勝手にその図に出ないことです。それ大丈夫なの？それ学校に行かなくていいのは嬉しいと思います。自分が着ている服の前の持ち主と一緒に授業を受けるのはとても惨めです。今日は理事長先生が来るので、一番好きな青い銀ガムチェックの服を着ました。おひげが生えています。理事長先生ってさ、これさ、アイアンズじゃね。おひげ生えてて、なんだ、おまわりで、ん、開ける。あ、でこれを使って誰か登るんか。ドントラン、走らないで、逃げないで、どっちだろうね、これ。走っちゃダメの方だと思うけど、カメさんのあれだし。よいしょ。そうね、子供だから攻撃できないのか。なるほど、絶対に戦ってはいけないってやつか。ちょっと待ってろ、そこ怪しくね。うわ、ここ行けるってことは絶対なんかそういう系だと思う。こっちは大丈夫。ん、待って、よく見たら手さ、あ、手は拘束されてねえか。しゃがむ、これは逃げられるんじゃね。あっち行ったらなんかやばそうだしな。あ、それともあれか、こっち行こうとするとアイアンズがどこだシェリーってこう気づいちゃってみたいな、そういう感じ。あのドアから出られそう。ダメだ、喋ってはいけない、せっかくここまで来たんだ。静かに行こうじゃないか、走れ。あん、ダメだ、鍵がいる。なるほど。そのさ、アイアンズはどこなん、これ。はい、開けられますね。なるほど、ゾンビはいないね、今んとこ見た感じ。もうアイアンズなんかゾンビに食われてしまうか。いい、いや、あの人、え、逃げる、いや、行ける、行く、いけるか、行こう。これアイアンズかな、あれ。バレたら即死かな。シェリーちっちゃいな。これだったら俺のこのデッドバイデイライトの記憶を確かあれうまく使って、うん、ここまで来たはいいけど、そこまで行っちゃっていいんかな。まあ、いや、もう バレても、こ
こ、あのアイテムあるな。ん？セーブポイントもある。ってことは、ちょっと待ってね。これセーブしようか。死ぬ可能性があるのかもしれない。セーブができるってことは。の日記。これを読んだ人。警察に電話して。ブギーマンが来た。ブギーマン。ブギーマン。走れ走れ。勇敢すぎる。どこへ行く気だ。大丈夫、どこへも行きません。おとなしくしてろと言っただろう。引き分けの悪い子だ。クレア助けて。こっちに来ないで。お願い。しつけってものを教えてやる。硫酸ですか。ふざけやがって。ただで済むと思うな。ああ、クソガキが。逃げろ逃げろ。まわーい。ででででクソガキめ、後悔させてやる。あじらじらい。くんじゃない、こっちだ。やばいやばい、くんじゃない。助けて、誰かお願い。助けて、助けてください。その先は行き止まりだ、小娘。甘いね、行き止まりじゃないよ。隠れなきゃ、隠れなきゃ。よし。かくれんぼは終わりだ。鍵を閉めたぞ。どこにいる。とっとと出てこい。いるのは分かってるぞ。早く出てきた方がいいぞ。お仕置きが増えるだけだ。このライトに照らされたら終わりって考えていいかもしんねえな。神様、お願い。どこに行きやがったあのチビ。ちくしょう。ループすんのか、こいつ。もしかしてここ見つけた。ちょっと見つけちゃダメ、見つけちゃダメ。あやばい。 You are トラップで、これはトラップだって、これ捕まったって意味かな。なるほど。要するに多分あいつがこじ開けてくれたところをうまく使わないといけないんだね。そうだね、やっぱこそうだ。こいつ一回ここで巻いて、あそこ開けた瞬間に行くと。二回目は避けるのは難しいな。じゃ多分見つかるな。あの見方が変わる。かくれんぼは終わりだ。鍵を閉めたぞ。だからあらかじめここで移動しといて、いや待って見えないな。なんだろう、ややな、さすがに。どこにいる。とっとと出てこい。いるのは分かってるぞ。早く出てきた方がいいぞ。お仕置きが増えるだけだ。そこを開けてくれて。うん、そうだね。でそれで一直線で帰ってくるかな、確か。ちょっと待ってね。どこに行きやがったあのチビ。よし、今ちくしょう。
怖く？あかねえ。クソガキが。おいや、やめて。あ、わかった。ここで、ここで隠れて。これが最後のチャンスだぞ。出てこい。今すぐ。で、それで開けてくれるのだ。クソ、顔が焼ける。オッケーオッケーオッケー。クソ、鍵はどこだ。見つけた。あははい、残念だったな。もうお前は無理だ。開けさせてもらおうぜ。ほい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 。鍵を開けた時点でお前はもう負けなんだよ。早く早く。大丈夫大丈夫、安心しろ。開ける。素晴らしい根性だ。冷静だね。いけるいける。もう一回硫酸、もう一回硫酸だ。あ、えらい。うわあ。いや、斧持ってる、斧持ってる。いや、お前そんなんで来るわけないだろ、お前。もうちょいね、知ってる。なんかやべえのがいたね。さらに30 minutes earlier。 30分前。ごきげんよう、クレア。取引をしようじゃないか。どういうこと？私の時間を無駄にする気か？ペンダントを持ってこい。シェリーが死ぬぞ。ペンダント？何のために？ガキを死なせたいか。わかった。どこへ？孤児院だ。孤児院？どこにあるの？近くにあるからすぐわかる。シェリーは無事？今はな。もし指一本でも触れたら。信じられない。最低。待ってなさい、ゲス野郎。大丈夫？これタイランドの歌がすごい近いけど。はい、ということでね、探して、あの図書室ともう一つの場所があったんですけど、あのもう一つの場所はレッドハーブがゲットできたんですね。うん。でもう一つ、その図書室になんかアイテムがあるらしいんですけど、10分近く探してもなかったんだよな。ってことで、結局図書室のアイテムは収集できなかったと。なんでだろうね。いや、本当にずっと探して、もう、しまいにはあれですよ。なんか撃たないとダメなんかなと思って、撃っちゃったからな、俺。とりあえず撃ってみた。シャンデリアみたいなのがあったんですけど、シャンデリアにあんのかなみたいな感じで、撃ってみたんですけど、全く関係ないっていうね。よくわからん。何があったんだろうな。もしかしたら、その、図書室のその本をさ、ずらすときに、全部ずらすと、あるとかだったのかな。まあ、動かなくなっちゃって、ええー、今日早い。しかし、私はここはくるくる回れるね。よしよし。びっくりした。レオンと違ってね、自分を守る人がいないから、もうクレアはクレア一筋だよね。クレアでしか守れないと、自分は。
逃げろ逃げろ。アイテムなし。レストランがあって、あれ、ガンショップあるけど、ガンショップなんか、閉じてるか。やばいやばいやばい、めっちゃ早いめっちゃ早い。ダメね、こっちじゃなさそう。マジで？待って、クロ。あ、いや、いけるか。いや、あ、え、あ、あ、危ない。よしよし。じゃあレストラン行けばいいのかな。ちょっと待って、個人あれか。ルートが、あ、待てよ。レストランか、レストラン行ける。あ、レストランダメだな。よし、待ってね。よしよしよし。じゃあ右だな。今度は右行きましょうか。それか？あ、これだ。よしよし。いやー、ここに来てゾンビが役に立ったぞ。ちょっと待ってね、こっちに来てもらって。オッケーオッケー、いいよ、ばらけろばらけろ。いや、ありがたいね。これゾンビがいなかったらこれ開いてなかったよ。あ、タイラント、いや、いいな、タイラント、いいやつだよ本当に。で、今度はここですね。ここを行けばいいらしい。ゾンビが開けてくれたからな。ん、あぶれな。こっちか。あれ、あの女ゾンビ見たことあるな。犬もいる。バレないね、この距離で撃っても。サプレスターすごっ。思った以上にサマシンが強えな。7発ぐらいで死んだぞ。結構大量で作れるのに。何の声だこれ。よし、便利、強いわこれ。ふう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 、めちゃめちゃ強くねこれ。とんでもない強さだよこれ。一応精度を上げられるから、多分これ威力上がってんだろうね。うまく使えば本当にすんごい。待って、なんかそういうバトル会場みたいな感じが。いや、上がってきちゃダメよ。生きるね君たち。あとちょっとかな。オッケー。お、サンマシンの弾だ。あ、ありがてえ。50発使った分が全部戻っていった感じだわ。まだいますね。近い方が強いな。あ、そっか、そういえばあれだ、サンマシンガン至近距離の方が威力、あの、なんか有効光線距離で弾をばらまくとか書いてあるから、これ近い方が強いんだ多分。なるほどね。で、というところでパン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 打ってたけど、どっちかというと近いところでプルンプルンプルンって打ったがいいね。レッドハーブっぽいのがありますね。ちょっと待ってね。レッドハーブっぽいっていうか、これレッドハーブだな。あ、じゃあ全然ブルーハーブ。起きない。
とどこにいる犬は。これジーンか。あれね。ちょっとビビって走ってきちゃったけど、あ、よかったかも。おお、びっくりした。そんなアグレッシブにびっくりだよ。あ、な、あ。なになになに。おい、そんなどでかいのに追われてた覚えないんだけど。あのね、シェリーじゃなくてヤバいのいるんだよ。大丈夫これ。あれ開いてる。え、ハンターだな。ハンターじゃ間違えた。ハンターは違うゲーム。いや、違うゲームじゃないんだけど、リッカーだな、この後。硫酸弾用意。で、どこなの？ペンダントを持ってきたわ。持ってきたぞ。確かこっちにいたよな。待って、走っていいものか。バレたらめんどいからな、リッカーに。シェリー。うわっ、びっくりした。お前のせいで。何？グズグズしてるから。何があったの？やだ、来ないで。おい、やめ。うわぁ、嘘でしょ。あ、死んじゃった。まあいいや。シェリー、あれ、なんか悲惨なことなんだけど大丈夫？シェリーどこ？アイテムない。これ、ここ行ったのかな。じゃあ下降りていきましょうかね。はい、ということで今回はこの辺りで終わりたいと思います。もう時間も多分結構40何分か撮ってると思う。いや、もしかしたら50分いってるかもしんねえな。今回はここで終わりたいと思います。もしこの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、Twitter のリツイート、高評価をお願いします。じゃあ、また、失礼。またねー。